それはなさそう。あとはじゃあ皆様、座席の下ないですか。このぐらいの大きさで年金が書かれてるんですけど、あります。あった。どこ。ないないか。ないない。もこちゃん、ちょっとこれは何、ディスクが見つからないから飽きちゃったの。飽きちゃったのか、もう無理って言ってます。走りまで行って、いやちょっとどうしよう。今日はじゃあ特別に気合い入れましょう。得意の腹筋披露できそう。できるね。皆様もももこちゃんがうまく腹筋できた時にはご褒美の拍手をよろしくお願いします。ちょっと待って、早いからね。3回頑張りますよ。せーの、2回、最後、3回、ありがとうございます。いや、もこちゃん、今日はどこしてるかね。じゃあ、それで計画入れてね。よし、じゃあ、お姉さんと話して、もう一回、探せる？できる？いや、今度こそ、見つかるといったけどな。あとどこだろうね。何？この怪しい横の中も気になる。確かに見つかれてるしね。もこちゃんじゃ手が届かないので、私が代わりに探したいと思います。いやどうだろう、この中には。あれ、ちょっと待って、ピンクありました。もこちゃんも店舗のものはセット。いやこれでペンギンさん元に戻るよ。あれ、ちょっと待って、これペンギンのリスクじゃなくて大王不足虫のリスクだよ。あちゃら、まさか大王不足虫まで抜かれてるとはね。これは予想外だね。後でちゃんと大王不足虫さん残しとくから。なんじゃペンギンさんのリスクもうちょっと探せる。できる。じゃあもう回りかかったね。あれ、セイウチはプールの中を気にしてるわね。そっか、プールの中も探してみましょう。プールの中なら優雅な泳ぎで隅々までしっかり探せる白イルカが敵に。じゃあ選手交代。セイウチ、探してくれてありがとう。さあ、もこちゃん一生懸命探してくれましたが、見つかったのは全員のリスクではなくて帰りは、この大ちゃんの事務所、事務所と持ち上げて、高知に帰っていくももちゃん。実は、セイウチさん、体重が600キロを超えているんです。ご飯も、普段は、サバの三枚おろしを、1日に20キロ以上は食べているんですよ。さあ、ももちゃん、無事、高知の前までたどり着くことができました。改めまして、登場してくれたのは、セイウチの